オッポナムはオープンソースのアクセス管理エンタイトルメントフェデレーションサーバーのプラットフォームである。オッポナムはサンマイクロシステムズのオパンソを起源に持つ。オラクルによるサンマイクロシステムズの買収後、オラクルがオパンソの開発中止を決定したため、ホージャック社がその開発とサポートを継続することを2010年2月に発表した。 オパンソの製品名はオラクルが権利を保持し続けたため、製品名をオッポナムに変更した上で、ホージャック社が共同開発パートナーのオープンソースソリューション、テクノロジー株式会社とフォークとしてオッポナムがスタートした。ホージャックはサンマイクロシステムズのオリジナルのロードマップを提供し続けることをかつて発表していたが、商用版と同等のソースリポジトリは、 非公開都市、オッポナムコミュニティエディション11.03をギトハブにて公開している。なお、フォージャック社の商用版のオッポナムは、フォージャックアクセスマネージメントに製品名が変更された。フォージャック社が公開しているより、新しいオッポナムのソースリポジトリは、オッポナムコンソーシアムなどにて公開と開発が継続されており、 最新版は、オッポナム14として2019年12月23日にリリースされた。ありがとうございます。